で、いやいや、良い子の皆さん、それから良い大人たち、俺様が誰だかわかるかな？俺様こそは七つの海を股にかけて暴れ回った海賊トラヒゲだ。知る人ぞ知る第一流の海賊よ。知らない人は今からでも遅くないから覚えてくれたまえ。さて、時は1964年の4月の6日、場所はひょっこりひょうたん島。サンデー先生に連れられて5人の小学生が島へピクニックにやってきた。子供たちの名前は、頭がべらぼうにいい博士、力持ちのダンプ、食いしん坊のテケ、男の子と喧嘩しても負けたことがないチャッピ、そして可愛い子ちゃんのプリンだ。みんなは元気よく橋を渡ってひょうたん島へ入っていったんだが、普段はにぎやかなはずの島の中には人っ子一人いない。どうも変だぜこの町は。うん、静かね。静かすぎるわよ。誰も住んでないのかな。いや、この町の人口は確か563、4。みんなが不思議がっていると、サロンのラジオが喋り出した。臨時ニュースを申し上げます。ひょうたん島の全住民の一斉引き上げが先ほど完了しました。ひょうたん火山が爆発して大地震が起こった。それまで死火山だと思われていたひょうたん山は実は旧火山だったんだな。みんなは大急ぎで橋のところまで駆け戻ったんだが、その時橋は真っ二つに割れちまった。そしてサンデー先生と5人の小学生を乗せて島は漂流を始めたんだ。何しろ島が動き出したんだから、こりゃ誰でも驚くよな。特にサンデー先生は心優しい女先生だから責任を感じて泣き出しちまった。ところが子供たちは案外平気。島が動く？そうさ。そんなことありえない。ことはない。現に今動いてるじゃないか。それに島が動いたって例は随分多いんだよ。古くは謎の大陸アトランティスをはじめ、近くは1838年に西インド諸島の。私たちこのひょうたん島に取り残されたってこと？博士。火山の爆発が原因さ。だから弁当食べとくべきだったんだ。ごめんなさい先生。くすんくすんくすんくす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 。ひょうたん町に誰もいないと気がついた。あの時戻るべきだったんだわ。私ダメな先生ね。くすくす。そんなこと言ったってしょうがないよなあ。そうだ先生。それに先生は神様じゃないよな。そうだ気にしない。それより問題はこれからどうするかよね。そうだ先生。そのためにも弁当は食っとくべきだったな。テケ。こうして先生と子供たちの島での生活が始まった。1,2,3,4 四分目ぐ、せめて食べたい四分目。
間もなく空から元シカゴギャングのマシンガンダンディが降ってきた。国際警察に捕まって飛行機で護送される途中、コウモリ傘をパラシュート代わりにして飛び降りてきたんだ。このダンディっていうやつ、頭のてっぺんから足の先まで黒ずくめで、見かけは恐ろしそうなんだが、心の中は温かい思いやりのあるいい男だってことが後で分かったの。得意のガンさばきで何度も島のピンチを救ったんだな。そしていよいよこの俺様の登場よ。まず歌を聴いてくれ。俺は海賊、やっほー。海賊トラヒゲ、ほいほい。七つの海を股にかける、海賊トラヒゲとは俺のこと。海だけじゃない、やっほーい。川にも癒したぜ、ほいほい。百と三つの世界の川を巡り歩いた、船と川、いや海と川の男、トラヒゲ様だ。俺様が運んできたイカダには食料はもちろん、テレビももちろん、ありとあらゆる生活必需品が積んであったんで、島のみんなは大喜び。でも残念なことに、トラさんは猛烈なケチンボでした。あら、次にやってきたのはおしゃべりガバチョ。俺様がサンデー先生の教室に貸してやったテレビの画面から転がり落ちてきたのよ。私ドンガバチョがこの島に住むようになりますれば、きっときっとこの島を住みよいところにしてみせますでありますぞ。やるぞレッツゴー、見て俺ガバチョ、あーやりゃこうなって、あーなってこうなるでちょ、何が何でもやり抜くでちちょ、頭のちょっといいドンガバチョ、はい、ドンドンガバチョ、ドンガバチョ、はい。今日がダメなら明日にしまちょ、明日がダメなら明後日にしまちょ、明後日がダメならしあさってにしまちょ、どこまで行っても明日がある、はい。ちょいちょいちょいのドンガバチョ、はい。サンデー先生は立派な先生だな。島は流れ出したけれど、子供たちの勉強は続けなければと青空教室を始めた。青空教室っていうのは青空の下で勉強するってことだ。実に気分のいいもんだぜ。皆さん、学校はあなたの心の中にあるのですよ。何か学びたい、向上したい、そう思った時に、人は誰でも心の中に学校を持つのです。皆さん、今日は九九の掛け算の復習をしましょう。では二人が四、二人が四、二三が六、四八九十、勉強なさい勉強なさい、大人は子供に命令するよ、勉強なさい。偉くなるためにお金持ちになるために、賢くなるためよ、男らしい男、女らしい女、人間らしい人間、そうよ人間になるために、さあ勉強なさい。そうだとも、泣けちゃうな、今の一言みんな忘れるな。褒められるため
よい大人になるためよ、男らしい男、女らしい女、人間らしい人間、そうよ人間になるために、さあ良い子になりなさい。そうだとも、泣けちゃうな今の一言、俺も忘れて、俺様もサンデー先生の小学校に入って勉強しようかな。何しろサンデー先生は美人だからな。なんて柄にもなく真面目な気持ちになっていると、あのおしゃべりガバチョがまた来た。失礼だがトラヒゲさん、ね、あなた鉛筆をお持ちですかな。持ってますよだ。俺様が半生かかって集めた鉛筆がな、そこの中にうんうんうなってる。結構結構。では消しゴムはないでしょ。あるよ。では教科書はあるよ。ノートはあるよ。黒板拭きはあるよ。黒板はあるよ。雑巾バケツはあるよ。はたきはあるよ。ほうきはふん、吐いて捨てるほどよ。クレヨンはあー、いろとりどりよ。画用紙はこれまた持ちのろんよ。筆はあるよ。結構あるよ。みんなお出しなさい。いやー、ふん、やられたよ。ち、いつもこれだよ。俺様自分じゃケチで欲張りな、つまり立派な実業家だと思ってるんだが、ガバチョと喋ってるといつの間にか俺様がみんなのためにサービスする羽目になっちまうんだよ。もしかするとガバチョのやつ、とっても優秀な政治家なのかしら。気をつけなくちゃいけねえな。まあいいや、先を急がなくちゃ。あと2人紹介するとひょうたん島の住民が全部揃うことになるんだ。ドクタームマモメム、俺様がロンドンの銀行から盗み出した金庫から出てきた。ねえねえ、5年間も金庫の中にいて腹減らなかったの？わしゃ医者だよ。医者は栄養剤やブドウ糖を持っておる。だからそれを飲んだり注射したりしていればなんとか持つ、そういうわけじゃ。さっきもう二人紹介すれば全員揃うと言ったけど、もう一人は驚くなかれライオンだ。だからもう一頭と言った方が正しいかな。ライオン、俺様は雷光と呼ぶんだが、雷光は島が南の国のジャングルに乗り上げた時島の住民になった。僕はなりたいサーカス団員、テントの下のお客の前で飛んだり跳ねたり歌ったり、やんやんやんやの喝采を受けて暮らせば僕は満足よ。わおわおわお。この雷光、人間の言葉をしゃべるし歌も結構うまい。ひょうたん島が危なくなると博士の助手になって活躍するんだ。何しろ足がべらぼうに速いからね。キラキラ星よ、あなたは一体何でしょう。お、あのひょうたんの形をしているのがひょうたん座だ。あれ、僕は博士さんたちのことが心配になってきたぞ。あ、そうだ、探してこようと。ガバちょっと願ったも
誕島の周りは全部海だから魚はいくらでも釣れる。そこで俺たち島民は時々釣りをして新鮮な魚を腹いっぱい食べるんだが、その日はどういうわけか一匹も釣れなかった。みんながっかりしているとダンプの竿に何かかかった。それもとてつもない大物らしい。いいか、引き上げるぞ。せーの、おっかさんのためなら、やこら力を合わせて、やこらもう一つおまけに。こんにちは。こんにちは。人は悪かれ我よかれ、御所を大事に召し欲し、死んでも命のあるように。海の中から出てきたのは国際郵便局の配達人。ひょうたん島宛ての手紙を届けに来たんだった。その手紙は島の代表者に渡したいという。しかもその手紙を受け取るにはなんと100円もかかるってんだ。ねえトラさん、100円出しておくれよ。トラさんは島一番の金持ちだろ。もちろんよ。100円出せば手紙が読めるのよ。いいことが書いてあるかもしれないわよ。みんなに代わって手紙を受け取ればトラさんは島の代表者になれるの。じゃあ100円やだよ。まあトラさんって島一番のケチね。とっても代表者になれるような人物じゃないね。余計なお世話だい。100円出してまで代表者になんかなりたくねえ言うだい。まあ、そこでみんなで相談して選挙で代表者を決めようってことになった。みんなの考えはこうだい。あのおしゃべりガバチョはこの島の大統領になりたがっている。だからみんなでガバチョに投票してガバチョを大統領にしてやろう。その代わりガバチョが100円払って手紙を受け取る。呆れた。まったく大げさなことの好きな島じゃ。手紙一通受け取るのに選挙をするだと、なんて島だ。閉まらない島。選挙の結果ドン・ガバチョ氏を見事ひょうたん島初代大統領に当選。ガバチョ、当選の感想は？どうしたガバチョ？お、気絶しとる。え？よっぽど嬉しかったんだろうな。大統領、この手紙を受け取ってもらいたいんじゃ。お安いごよ、どれ？待った。手紙と引き換えに100円いただこう。あの、その…あんたは大統領を務められるほどのお方じゃ。まさか100円玉の一つぐらい。それがないので。あきれた島じゃよ。この郵便配達人も相当な頑固親父で、100円もらうまでは絶対に手紙は渡さないって言うんだよ。そこで博士が一計を案じた。博士の研究によると強情な人ほど涙もろい。だからあのおじいさんをうーんと泣かしてあげれば手紙はタダでくれるはず。くれ。あれは去年のことでした。星の綺麗な夜でした。父と二人散歩していたの。不幸は綺麗な夜に起こる。たった一人の父上が穴ぼこに落ちて足を折り、いまだに一歩も歩けません。だから私がこうやって一人お花を売り歩く。お花はいらんかね。プリンの嘘泣きは見事に成功したように見えたんだが、サンデー先生に見つかっちゃったんだ。サンデー先生は立派な教育者だ。年寄りを騙すなんてことを絶対に許すはずがないんだ。子供たちは大目玉を食らって博士の計画は失敗に終わった。となると頼りになる人間は島一番の大金持ちであるこのトラヒゲ様を置いて他にはいない。
結局ガバチョ大統領は俺様から100円借りて手紙を受け取ったん。その手紙の差出人はガタガタ海賊4人組。中身は前略、ひょうたん島はもともと我々のご先祖様海賊の草分けキッド親分のもの。1964年東京でオリンピックが開催されるが、それを見物したらすぐその足でひょうたん島を取り返しに行くぞ。あらあらあらかしこ。ガタガタ海賊4人組はそのリーダー海賊ガラクータをはじめ、どいつもこいつも恐ろしく強い一流の海賊だ。それに引き換えこの俺は海賊友の会の会費を20年も払っていない三流海賊。海賊4人組が来たら俺が三流海賊だってことがバレちまうわ。大変だ、どうしよう。2週間後海賊が攻めてくる。4人の海賊2週間後どうしよう。東京オリンピックも今日の夕方をもちまして大成功のうちに終わりを告げました。東京オリンピックが10年も20年も続けばよろしいんですが、予定通りに終わってしまいましたな。さて、予告通りに海賊がやってきたら大変なことになりますぞ。平和な時の大統領はいいけれど、揉め事のある時はただの人間でいた方がよろしい。では早速辞表をしたためて大統領を辞めさせていただきましょう。海賊ガラクータにトーヘンボク、ドタバータにヤッホー、揃いも揃って海賊友の会の理事、あるいは補欠理事、あの4人組に会っちゃったら100年目会費を払わせられちまわ。グズグズ的に尻に穂かけて逃げ出そう。プアボーイプアボーイ、かわいそうなトラヒゲ、プアボーイプアボーイ、うちから遠く離れて俺は七つの海に行った時も辛い仕事をやってきた。今はひょうたん島にやってきて、こらやっぱしやっぱし働くか、そんでなきゃまたどっかへ行くさね。プアボーイプアボーイ、かわいそうなトラヒネ、プアボーイプアボーイ、うちから遠く離れてプアボーイ。俺は大慌てでガバチョと二人、いかだに全財産を積み込んで海にこぎ出したが、その時遅く、かの時早く、海賊船のドクロの旗が水平線にぽっかり浮かんだ。ガタ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 タ。俺は海賊、俺は海賊、俺は海賊、俺は海賊。俺たちは海賊、ほっほっ。海賊ガラクータ、海賊トーヘンボク、海賊ドタバータ、海賊ヤッホー、7つの海を股にかける、海賊ガラクータ、海賊トーヘンボク、海賊ドタバータ、海賊ヤッホー。では俺たちのこと、ホッホー。海だけじゃない、ダハッハッ、たまにも癒したぜ、ヘイヘイ。100と3つの世界の
と川、いや海と川の男。ララ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 。はい。博士の研究によると、海賊は嫌いが大嫌い。そこで島の周りに嫌いを浮かべて海賊船が近寄れないようにしたんだが、その嫌いに俺様とガバちゃんが乗っていたイカダがぶつかっちまったん。俺たちは吹っ飛ばされて海賊船のマストに引っかかっちゃったの。もう防ぎようがないわい。サンデー先生も子供たちも覚悟を決めておくんじゃねえ。ヘラヘヘ。まあ怖い。ムマさん、意地悪はやめな。まあとにかくここは俺たち大人に任せることだ。というと僕たちはどうすればいいんでしょう。女子供や来航は島の森の中にでも隠れてるんだな。俺ダンディさんと一緒に戦うぜ。私も。待ちな。ここは一番敵の出方を見ることだ。悪いことは言わねえ。お前たちは隠れてろ。サンデー先生と子供たちを森の中に避難させて、ダンディは勇敢にも一人で4人の海賊に立ち向かった。うっと、うん、きゃう、ダンディ君もと、なかなかやるよね。ギャッ、ギャッ、とーっと。ダンディは相当いい線まで行ったんだが、こんやろう。卑怯だぜ。パタリ。古文のドタバータが後ろから丸田棒でポカリ。こうしてひょうたん島は海賊4人組に占領されてしまった。あくる日の朝、海賊たちはキッド親分の墓参りをするために森の中に入っていった。森の中にはサンデー先生と子供たちが隠れてるんだよ。ナムアミダブ、ナムアミダブ、山寺のダブ、お所さんがダブ、マリは尽きたし、マリはなし、ほら猫を缶袋に押し込んで、ほらポンときりゃにゃんとなく、ポンときりゃにゃんとなく、ナムアミダブ、ナムアミダブ。よっしゃいいのに、子供たちは海賊の後をつけていった。キッド親分さん、長らくご無沙汰いたしましたが、墓場の陰で元気でお暮らしでしたか。キッド親分さん、私は知ってんですよ。あなたがこのひょうたん島のどこかにとてつもない宝物を隠したっていうことを。きっと我ら4人の手でそのとてつもない宝を探し出して手に入れてみせますよ。悪く思わないでちょうだい。海賊4人組がこの島に乗り込んできた本当の目的は、キッド親分の残した宝物を掘り出すことだったんだ。願わくばキッド親分、我らに宝の隠し場所を教えてちょうだい。それに優秀な弟子を与えてください。勇気のある子供をね。その時、食いしん坊のテケがお供えのまんじゅうに手を出して見つかっちゃったん。海賊たちは大喜びで子供たちを捕まえて海賊大学に入学させてしまった。あんなに頭のいい博士が一緒にいるのに、なぜ子供たちは海賊大学なんかに入っちまったんだろう。断りゃいいのに。俺たちは海賊、ほっほー。海賊博士だ。海賊ダンプ様よ。海賊チャッピです。海賊テケだよ。海賊プリンよ。七つの海をまたにかける。海賊博士、海賊ダンプ、海賊チャッピー、海賊テケ、海賊プリンとは俺たちのこと。海だけじゃない、ぜへへ、川にも癒したぜ、ほっほん。百と三つの世界の川を巡り歩いた、骨と皮、いや海と川の男。
。あの博士さんたち海徳大学1年生に集団入学しちゃったんです。はあ、私子供たちが無事だと知って喜べばいいの？それとも私を捨てて海賊になったのだから悲しめばいいの？私の胸に帰れ我が子よ、カラスは帰る山のふるすえ、帰るは帰る沼の我が家へ、ツバメは帰る遥かな南へ、お日様も帰る夕焼けの西空へ。私の生徒たち、あなたたちも帰れ、私の胸に帰れ。子供たちはサンデー先生の心配をよそに張り切って海賊大学の勉強に取り組んだ。私はなるんだ、えへん女海賊に、えいえいえい。今や全世界の女の子は男の子にいじめられている。そうでもないよ、女の子だってずいぶん強いよ。そうだよ、とにかくチャッピーはさ、黙れ男の子。私は女の子が男の子と肩を並べる日が来るまで女海賊になって男の子と戦うわよ。えいえいえい。女の子は損ばっかり損ばっかり損ばっかり、女の子なんて不公平不公平不公平。男の子のためにご飯を作ってあげて、ごちゃんでした。男の子のズボンのボタンをつけてあげて、お世話になります。男の子の代わりに掃除までしてあげて、かたじけない。最後は決まって男の子にいじめられて、申し訳ない。いつも泣き泣き泣き寝入りつらいよ、えいえいえい。今に見ている男の子、くったばれくったばれ男の子。自分でご飯を作らせて、自分でボタンをつけさせて、自分で掃除をさせちゃう男の子なんか任しちゃえ。今に見ている男の子、くったばれくったばれ男の子。いやー、諸君、早々と教室に集まっているとは、ヤッホー、感心感心。感心ばかりしてないで、1時間目の授業は何か教えてくれよ。1時間目の先生は海賊大学主任教授、ご存知トーヘンバク。なんだとは何よ、先生をバカにしてはいけないよ。では早速授業を始める。まず海賊史、ものにはすべて始めがあるね。あい、これいい言葉だ。ものには始まりがある。いえん、授業の始まりはベルの音よ。野球の始まりはプレイボール、海賊の始まりはサイクリングよ。あら、いや違ったかな。海賊の始まりはハイキングよ。また違ったかな。海賊の始まりはキングコングよ。また違ったかな。海賊の
始まりはなんだっけ、海賊の始まりはバイキング。そう、海賊の始まりはバイキングだ。バイキングってなーに？そもそもバイキングとはお料理のことよ。食べ放題、食い放題、飲み放題、しかもお値段たったの1000円。アハハのアハハ、アハハハハ。いや、1200円だったかな。そもそもバイキングとは勇敢な人たちのこと。ほほーほほー。その昔よ空と太陽に憧れ、自由と幸せ求めて海に乗り出した。波を恐れず嵐と戦った人たち、それがバイキング勇敢な人たち。ある晩、海賊たちはツルハシやシャベルを担いでひょうたん山に出かけていった。えいほほ、えいほほ、キジルシキッドが言いました。バビロンまでは何センチ、20センチ、20センチ、ろうそくともしていけますか。立派に行って戻れます。ひょうたん山のふもとから南風さえ吹いてれば立派に行って戻れます。えいほ、えいほほ、えいほ、えいほほほほほほほ。海賊たちよ、こんな夜更けに山をほっくり返して何してんだろう。減らないかな。気味悪いわ。あんなにろうそくをいっぱい立てて。宝を探してるんだよ。へえ、どうしてわかる？宝探しは海賊につきものだろ。うん。それにこの歌さ。ひょうたん山のふもとから南風さえ吹いてれば立派に行って戻れます。えいほ、えいほほ、えいほ、えいほほ、ほほほほほ。海賊たちは必死に掘ったんだが、いくら掘っても宝の箱は出てこない。海賊たちが歌っていたあの謎々ソングの意味を詳しく調べれば宝の埋まっている場所がわかるんだが、海賊たちのおつむの程度じゃちょっと無理だったんだな。しかし博士は見事にその謎を解いた。20センチ、20センチ、ろうそくともしていけますか。立派に行って戻れます。20センチと10センチということは
加えて30センチのろうそくってことだろ。わかるわかる。30センチのろうそくで行って戻ってこられるとすると、そこへ行くだけなら15センチ。そう、ひょうたん山のふもとから15センチのろうそくで行かれるところに海賊キッドの宝は眠っている。一方、ガラクータたち海賊4人組はいくら考えてもこの謎の秘密を解くことができない。仕方がないので、フランスにいる謎謎学の権威スッタモンダ博士に国際電話をかけたんだ。まあ、ちょうどその時ガバチョも国際警察に海賊のことを言いつけようとして電話をかけていた。ところがこの2つの電話が混線しちまって、お互いの話の中身が分かってしまった。海賊たちはカンカンに怒って、ガバチョたちひょうたん島の大人をイカダに乗せて海に放り出しちまったん。これを知って今度は子供たちがカンカンに怒ったね。僕たちの大切なサンデー先生になんてことをしやがるってんで、連中が昼寝をしているところに襲いかかって海賊4人組を樽詰めにして海の中に放り出したんだ。ぷかぷかの網にさらわれて、南海からの網へ今日も明日も、あさっても、さすらいの運は旅を続けるね。私らさすらいの運は海賊あるね。ほら見るね、波の上渡り鳥さえ飛んでいかるねん。ようやく海賊を追っ払うことができたと安心している暇もなく、樽から抜け出した海賊4人組が逆襲してきた。みんなよく戦ったんだが、最後はガラクータの右手に仕込んであったマシンガンが決め手になって、ひょうたん島の一同は降参、全員海賊船のマストに縛り付けられちまったのよ。とほほほほほほ。突然一点にわかにかき曇ってひょうたん島に雷が起こった。その時、稲妻の光に照らし出されたのは木印の大木だった。そしてキャプテンキッドの宝の箱はその大木の根元から掘り出されたんだ。海賊どもは喜び勇んでその箱を開けにかかったんだが、頑丈な鍵がかかっていてどうしても開かない。大砲の弾を打ち込んでもびくともしねえんだよ。鍵はどこにあるんだってみんなで大騒ぎして探し回っているところに、一羽のアホウドリが飛んできた。嫌に威張り腐ったアホウドリで、もうよく見ると胸のところに鍵をぶら下げている。アホのホウスケ33世、アホウドリの王様であるのであるのである。アホアホアホ、わしの先祖はホウスケ一世、海賊キッドの友達だったアホドリ。アホアホアホ、ホウスケ一世二世よ海、二世は三世、三世は四世、四世は五世、五世は六世、七世八世九世十世、ペラ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 ミャン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 、三十三世すなわちわしに至る。あー疲れた。アホアホアホ、由緒ある家柄正しい血筋、輝く王冠キングオブキングス、アホ中のアホそれが我が輩、アホのホウスケ三十三世、アホドリの王様である。アホアホアホ、えへん。アホウドリのホウスケ33世がぶら下げていた鍵こそキッドの宝の箱を開ける鍵だったんだ。アホウドリの行為でそれを手に入れたひょうたん島の島民は、海賊たちが島から立ち退いてくれれば鍵を渡してもいいと海賊たちに申し込んだ。海賊たちはもちろん喜んでその申し出を受けた。そしてついに
宝の箱の蓋が開いた。なんと、水だ。俺の面にピューって水がかかった。顔洗ってないからちょうどいいじゃないか。人間毎日顔を洗わなきゃダメだよ。やっぱピカッと水じゃねえぞ。これはこの色、この匂い、これはしょんべんだぞ。僕は海賊キッドの息子だ。キッド親分のお子さん。宝の箱から飛び出してきたのは金貨でも宝石でもなかった。出てきたのは小さな男の子。その名はリトルキッド。こら、主人の僕を一人ぼっちにしていいと思ってんのか。すみません。お腹が空いた。ミルクはどうなってんだ。すみません。おしめが濡れてるんだぞ。すみません。キッド坊やはサンデー先生の小学校に入学することになり、海賊4人組もキッド坊やのお守りをするためにしばらく島にいさせてもらえることになった。宝の箱をめぐるひょうたん島島民と海賊たちの争いもようやく解決して、島に平和が戻ってきた。いやー、めでたしめでたしと、まあ、こうしていろんな事件が起こる間もひょうたん島は潮に乗って西へ東へと流れていく。次はどんな事件に出くわすか、それは神のみぞ知るだ。おいでみんな、機会があったらまた会おうぜ。バイバイ。さよならさよなら、また会う日まで。バイバイ。テレビをご覧の皆さん、さよなら。バイバイ。ひょうたん島はどこへ行く。僕らを乗せてどこへ行く。泣くのは嫌。